こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのはマルカ食品ペヤングトムヤムクン風焼きそばになります。辛酸っぱいエビのスープ、トムヤムクン、辛さに酸味にエビのプリプリ感、大好きです。ペヤングさんが焼きそばでトムヤムクンをどんな風にアレンジしてくれるんでしょうかね。楽しみです。よろしくお願いいたします。いただきます。マルカ食品ペヤングトムヤムクン風焼きそばでございます。はい、それではまずは一口いただきます。パクチーパクチー、はい、それではいただきます。あら、だいぶおとなしいトムヤムクンって感じ。はい、それではこの商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント、はい、まずは日本でも人気の高いタイ料理、トムヤムクンを再現した商品。あ、そうっすか。はい。かなりマイルドな感じがしてますけど、ちょっと今後確認したいと思います。はい。次。旨味、辛味、酸味のバランスにこだわったソースに、別添えの風味豊かなパクチーを振りかけることで、本格的な味わい。ということで。おしゃべりしながらいただきます。僕はタイ料理とかね、ベトナム料理とか、あのエリアのアジアの料理って大好きです。若い頃は結構頻繁にタイ料理屋さんに行って、ココナッツが入ってるね、グリーンカレーなんかよく食べたりしたんですけども、もちろんトムヤムクンもね、いっぱい食べましたけれども、そういったトムヤムクンに比べると、だいぶマイルドな感じがしますね。うん。うん。辛さはあります、ちゃんと。唐辛子がメインだと思うんですけど、明らかにこの口に対する攻撃の仕方、それから喉に来る攻撃の仕方、唐辛子っぽいんですけど、ちょっと胡椒っぽい感じもしなくもない。で、酸味、ほとんど感じないっすね。うん、この後出てくるのかな？どうなんだろう。旨味、もちろんソースの旨味もあると思うんですけど、このペヤングさんの麺の特徴で、ソースが弱い時って麺が全面に出てくるんですよね。麺の美味しさが出てきちゃっている感じです。はい。ペヤングの麺の安定した美味しさはあるんですけど、やっぱりソース焼きそばとかと比べると、ちょっと弱いんじゃないですかね。辛さはちょっとある。酸味はそんなに、どこって感じ。旨味はペヤングの麺の旨味になっちゃってる。そんな感じがします。はい。でもピリ辛で美味しいです。美味しいです。食欲をそそられるタイプです。はい。美味しい美味しい。パクチーも結構量があったように見えたんですけど、僕特にパクチー苦手じゃないですし、特に好きでもないんですけど、結構いっぱい入ってんのと思った割にはって感じですね。あんまり目立たない。
エビがね、小ぶりだからちょっと分かりづらいっすよね。エビが、メインのエビがね、小ぶりだ。いくつか入ってたんですけど、ちょっと小ぶりなんで分かりづらい。うん、はい、じゃあここでちょっとだけトムヤムくんのお話。辛酸っぱい鶏のスープに殻付きのエビが入ったタイの料理ですね。お店で頼むと結構大ぶりなエビが入ってきたりして嬉しいですけどね。トムヤムくんっていうのはタイの言葉だと、トムが煮る、ヤムは混ぜる、くんはエビっていう意味なんですって。だからエビを煮て混ぜるってことですね。唐辛子で辛さを、レモングラスなどで酸味を加える。具材はエビの他に袋だけ、キノコですね、袋だけや野菜類。味付けではニンニク、ライム、ナンプラー、魚醤、魚のお醤油なんかを使うみたいです。はい。以上、とても簡単ではございますが、トムヤムくんでございます。これ毎回栄養成分表示見てるんですけど、今回のこの商品って、ペヤングさんっていつも塩が少ないんですよね。食塩相当量が 4g いく商品ってあんまりないんですよ。今回もこれ 3.3g で、減塩されてる方にはいいかなと思うんですけど、その一方で、ペヤングさんでいつも容赦ないのが脂質なんですね。油分ですね。今回も 29.6g っていう非常にレギュラーサイズにしては容赦ない量の脂質が入ってるんで、脂質制限されてる方はお気をつけて。はい、残りこれだけになりましたので、一気にいただきます。はい、いただきました。最近ペヤングさんのエビが入ってる商品っていくつかいただいてるんですけど、ちょっとパンチ不足かなっていう時が多いですね。税抜き214円だと、まあ頑張ってこのぐらいってことなのかもしれないですけど、もうちょっとエビで頑張っていただきたい。はい、ということで、美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、リスペクトタイムです。今回はマルカ食品ペヤングトムヤムクン風焼きそばをいただきました。カップ麺リスペクト的にラップアップさせていただきますと、穏やかくん焼きそばという感じです。ありがとうございました。美味しくいただいたんですけれども、トムヤムクンということで僕大好きなんで、そこに対する期待から入っちゃったんですけど、辛さはまあまあ国民的カレー屋さんの国民的にから行ってるか行ってないかくらいで、それがでも一番目立ってて、酸味はほとんどないです。直接マヨネーズ舐めてた方が酸っぱいくらいですね。エビ、まあいたけどさっていう感じですね。パクチー、緑は鮮やかだったけどさっていう感じですね。ソースはマイルドでした。麺の味の方が目立っちゃうくらいソースはマイルドでした。とはいえ、ちゃんとこれはこれでバランスが取れていて、トムヤムクンっていう言葉を忘れると美味しくいただけます。というわけで今回はマルカ食品ペヤングトムヤムクン風焼きそばをいただきました。今回も美味しいカップ麺をどうもありがとうございました。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。